はい、こんばんは、えー。かやむりです。それではですね、天皇杯がもういよいよ始まっていたんですね。はい、えー。もうてっきりまだ24とか5とか、まあその辺にやるのかなと思ってたんですけど、もう1日目が終了したと。 いうことでびっくりなんですけれども、まあ、この天皇杯の中でですね、かなり注目していた選手が何人かいるんですけれども、その選手がですね、このフリー6 1キロ級のこの選手の中にいるということなんですけれども、ちょっと見てみましょうね、もうフリースタイル、トーナメントで勝敗が 決まっています。で、もう決勝に上がる選手ですね。これももう決まってしまっているということなんですけれども、この8人の選手見ますとですね、もう私はタイムスリップをしないともうみんなわからないぐらいの、えー、もう名前の選手たちなんですけれども、ここの、えー、ナンバー4ですね、菊池健選手。まあ、この菊池選手しか今のところわ、えー、かりません。 はいでも、ですねこの私が注目をしていたこのフリ6 1キロ級ですね、その選手とは、このナンバー6のただの選手なんですけれども、ただの選手のニトリ所属ですけれども、この選手はですねあのレスリング系、あと筋トレ系ですか、あとゲーミングのですねあの、渡郎さんなんですよね。 これが6 1キロ級にエントリーをして頂点を目指すというようなことだったので6 1キロ級は非常に注目をして見ていたんですけれどもなんとなんと1回戦で長谷川選手ですね日本体育大学大学院に10対0なのでテクニカルホールですね2分59秒なのでもしかしたら3分2ラウンド制なので1ラウンドで 破れてしまったということなんでしょうかね。はいまあ、YouTube の動画でも見ていたんですけれども、結構減量、きつそうな感じの選手なんですよね。なんか前の前回の大会ですか、出場したやつは全日本レベルのやつですよね。あれは確か試合の前 もう直前で危険してしまったというような経緯もありますので結構6 1キロ級でも体重落とすのきついのかなというような。 感じなんですけれどもね。でもやっぱりね、あの、YouTube の動画とか見てるとですね、やっぱこう、感情輸入するというんですかね、やっぱその選手に、やっぱ興味持ちますよね。えー、それでこれがまた、えー、試合に出るってなると、あ、試合見たいなとか、えー、試合結果どうなのかなっていうふうにして、やっぱりね、こう、興味が、えー、湧いてくるんですよね。 で、実際こうフリースタイルの6 1キロ級こう選手見ましてもね、まあ多分、この世界選手権行ったりだとか、えー、全日本取ってる選手っていうのもきっと、 いると思うんですよね。いると思うんですけれども、やっぱりこう、動画を配信をしてる、このただの選手、渡郎さんですよね。えー、っていうのにはですね、やっぱりこう、えー、エクストラの情報を得ることが、動画から得ることができるので、なんかね、やっぱり見てみようっていう、えー、気になってしまいますよね、うん。っていうこの渡郎選手なんですけれども、えー、残念ながらこの6 1キロ級では、 えー、まあ一回、準々決勝になってるんですけど、まあ一回戦ですかね。はい。えー、で、敗れてしまってるということで、多分ここで敗れてしまったので、この、えー、敗者復活ですか、えー、ここには回れないということなんですよね。残念ですね。はい。えー、それとですね、こう名前を見ても全員、ちょっともうかなり、えー、 レスリングからは離れていますのでそういった記事で名前を見る選手ぐらいしかちょっとパッと思いは浮かばないんですけれどもこんなのこのナンバー4ですねこの菊池健選手秋田県レスリング協会なんですけれども大学の私の後輩でして。 か3年生の時の1年生か、えー、そのぐらいなんですけれども、えー、菊池選手はケ、えー、明詞が好きでですねで自分もあなんかライブの DVD いいなと思いながらこの菊池選手の、えー、部屋に行ってはですね、えー、菊池選手からケ明詞の DVD を一緒に見たという思い出がありますね。で菊池選手は 何年か前の社会人ですね、全日本社会人で優勝して、えー、その優勝した遠征ですね、えー、それでニューヨークのまた、えー、ビル・ファーレルに、えー、日本選手団の代表として、えー、来ましたね、その時もあって、まあ、菊池選手、えー、頑張り屋で人懐っこくてですね、あのすごい、えー、可愛い印象に残るような、えー、そんな後輩なんですけれども、えー、もう何年齢的にも,もう結構いってるんじゃないですかね。 30超えてると思いますけどね、もうベテランの域に達してる選手なんですけれども、1回戦はですね、7対0で敗れてしまってるということですね。あ、でもここでも3決行くんですね。渡郎さんはいかなくて、菊池選手はいくっていうのは、なんかこう特失点差みたいなやつがあるんですかね。 はいまあ、この辺はちょっと、えー、私は謎なんですけれども、えーまあ、こういった注目をしていた61キロ級はこのような結果になったということですね。で、足の決勝は、えー、この菊池選手を破った、えー、島江選手、えーと,えー、っと、そして、えー、小川選手ですね、日体大の試合になるということですね。はい、また、えー、これも、えー、レスリング協会のページから また明日ですね、結果を見ようと思います。はい。また別なお気に入りの階級がありますので、またそれを動画を撮っていこうと思います。はい。それでは皆さんさようなら。